インターネットテレビウィル増刊号の山根で本日は株式会社アシスト代表取締役の平井浩二さんをお招きしておりますよろしくお願いしますよろしくお願いします早速ですが、はい、今発売中のウィル8月号で平井さん大活躍されてるんですよね、うん、はい <laughs>、はい、ありがとうございますま一つ目が<っ>、まあ、例の上海電力のメガソーラー事業、うんはい、ステルス参入の実態について、まあうん、図表を交えて非常に詳しく 解説いただいております。はい、そして、えー、前 NSS 国家安全保障局長の北村茂さんと対談いただきまして、まあそこでもうまあこのステルス参入ですよね。うん、まあ別の、はい、あのアメリカ でも、中国企業がアメリカのインフラ企業をファンド隠れみのに買収しようとした事例があるとかありましたねいくつも紹介されているので非常につながる話興味深い話なんですがぜひお買いい求めくださそうですねこんなこと言っちゃあれですけどやはり経済安全保障を知っている者同士しで結構、私としてもすごくエキサイティングな対談でございました。はい エキサイトを、はい、感じていただければと思いますが、はいはい、で今までこのいわゆる造刊号でも上海電力の,この電力インフラの話をまあ主に扱ってきたじゃないですか、はい、ただ通信インフラの問題もあるなとあ、はい、先週末感じたわけですね。はい、多分私、まあ、中学校時代からもう AU ユーザーザなので<ー>非常にこの被害を被りましてね。うん、というのが金曜の深夜から日曜、うん、月曜にかけて60時間にわたって、うんまあ、通信障害が起こったと全くコミュニケーションが取れなかった非常に苦労したわけですが中国からサイバー攻撃とか受けたら、うんうん、こんな感じになるのかなと思ってしまったんですが。 はいいかがでしょうか。そうですねあのまさにですね今山根さんおっしゃったように。この A. U. のまああの通信障害っていうのはね。はい、あのハイブリッド戦争。 が起きるるとこうななわけなんですつまりハイブリッド戦争っていう戦争はまあ21世紀の戦争と呼ばれていて、まあ、あの武器を使うことも使うんですがその前にですねサイバー空間を通ってきてそして相手のインフラとかですね、まあ、生活の土台ですよね電力もそうだし通信もそうだしこういったものを麻痺して止めちゃうんですよ。でそれとあとフェイクニュースを流したりして大混乱させてそして えーまあ、相手が混乱してるとこにわっと武力を使って入っていくっていう形なんですけどねあのまさに私はねあのえ、まあ、私はたまたまドコモだったんだけどあの横から見ていて感じたのはあこれもしかしてサイバー攻撃、うん、ハイブリッド戦争の予告をやられたんじゃないかなっていう感じはしましたね。ってそんなな今までをしたことがない イメージなんですねソフトバンクは、はい、まあこういう短期間の通信障害とかありますし孫正義さんありますどねいうこともあるんでというのは分かりませんが au がこんな大規模な60時間以上にわたってって。うんうん ありえるのかと思っって、はい、しまったんですよあのやはりサイバー空間から入り込んできてですね、はい、でこの、まあ、サイバー軍と呼ばれるものが、はいまあ、こういったあの機関インフラのソフトウェアとかを壊すわけですね、はいはい、でそれによってあの au の方も確か,あのなんかデータベースとこれがかみ合わないような状態が起きたって言ってますけれども、はいまあ、これが何で起きたのか。 これはあのいろんな可能性があるわけですけど1つ外部から侵入してです、ねはい、やられたそれはひょっとすると中国かもしれないしロシアかもしれないし、はい、つまりロシアとも今すごく関係は冷たい関係ですから、はい、あのロシアとか中国のサイバー部隊というのは非常に強力なんでそういうこと入ってきて、まあ、ハイブリッド戦争の予告みたいなことをやられたんじゃないかなと、はい、でそういう話になったのでちょっとお話をするとですね 我々のこの社会っていうのはです、ね、例えば今の,この住んでる現実にじあの生活してる社会っていうのは泥棒しちゃいけないよと例えばね、はい、でそのためにあの法律もあるし、うん、え取り締まるための警察組織もあるし警察官もいて泥棒した人はこう捕まえてる。うん ところがこの DX っていう時代になってサイバー空間と今度実際の生活がつながっていくっていうか表裏一体にな,になっていくわけですね。でその時にじゃあサイバー空間どうなってるかっていうと実はですね、えー、泥棒を取り締まる法律もない組織もないまあ最近ちょっとちょぼちょぼとできました警察官もほとんどいないんで何が起きてるかというとサイバー空間を伝って で外国からやってきたあ、まあ、例えばサイバースパイって私呼んでるんですけどねそういう人たちが量ばっこしてるるんですよな、うん、なぜかいう取り締まる法律ももも協定何じゃあ何ではないかっていうと実は国連でも10年以上話し合いをしてるんですが、うん、やはりあの西側諸国の,そのサイバー攻撃とかサイバーテロとかそういうのを禁止しようという哲学と、うん、中路 の主張するそのの哲学っっていうのがずーっと平行線なんです、ねうん、でえで、ー、意見の一致も見てませんしあの価値観がそもそも違うんで意見の一致が見れないと、うん、そうすると今の状態としては国際的な取り組みがないから自由にあのケーブルを伝ってやってきてで調理をばっこしてると。で、えー、その状態なんでみんなこれはやばいなっていうことで、えー 各人の家を想像してほしいんですけどね、そこに鍵をかけてるわけですよ。うん、それがセキュリティーソフト、はい、ね。だけどたまに腕のいいやつがやってきてその鍵を開けて中に入って財産をも盗み出すわけです。 だから情報漏洩って言ってるんだけど実は情報漏洩じゃなくて情報は盗み出されてんですこれ、うんうん、でそれが今のサイバー空間の現実なんですよだからあの我が国がやんなきゃいけないことはやはりその取り締まるための法律を作り組織を作り、まあ、あの人を配備すると、うん、それでやはりさそれがサイバーセキュリティをやんなきゃいけないっていう話なんですね。 例えばですけど、えー、中国の人民解放軍はサイバー軍っていうのがあって、うん、大体17万人ぐらいいるって言ってるんですよ、うんね、あのサイバーの兵士が。うん、そのうちの、えー、っと多分3万人ぐらいが攻撃要員なんです。 そういうい体制なんです、うんうん、ところが我が国の自衛隊っていうのは、うんうん、この前あのできましたけれど600人ぐらいだったかな私が、うんえー。で警察組織もな,ない等しかったんですけどようやく今年サイバー警察庁っていうのができてこれも多分5600、うん、人を目指すって感じなんですよ。うん、で,でしかも自衛隊の,そのサイバー防衛隊っていうのは自衛隊の システムを守るだけなんです。民間は守らないわけですよ。まね、で、それが、例えば、あの、中国共産党十七万人のサイバー軍がわーっと攻めてきたら。これはもう、一頃なわけですね。だから、あの、は中国だけじゃないです。例えば、あの、ロシアもそうだし。で、中国っていうのは、あの、産業スパイも兼ねてるんで。 企業に入ってきて、あの軍事技術情報とかそういうのを盗み出していくわけですね。それで、あの防衛産業がサイバーで漏洩したってマスコミに見えますけど、そういうことが起きてるんです。 面白い北朝鮮も結構そういうのを万人単位で持ってるんですけど彼らはねどっちかっいうとねビットコインとかお金を持ってくんですよそうか、か。そそうういう傾向はある技術の情報とかではなくてそう北朝鮮よく聞きますもんねランサムウェアとかを仕込んであそこはうまいというか国家戦略としてやってるわけですね。う。う中に入っってて、てきお金持いちゃとね。 でまあ、我が国は本当にあのサイバーセキュリティということに対して国民も鈍感だし、まあ、そういった申し上げたようなことに対する危機意識というのが足りないんでですねこれからやはりあのせっかくデジタル庁を作ったって言ってもこういったことをやってないわけですよ。なんかね行政が全部オンラインでやりましょうとかねそんなことばっかやってて本来あの国民の,あの財産を守るっていう意味ではね しっかりとしたサイバーセキュリティ体制を作っていかないと、えー、あのいけないと、うん、今回のね僕はこの AU の通信障害っていうのはそういういい意味での継承だと思いますあ,ーはーはーある意味、まあうん、見直すチャンスと、はい、はい、言えるかもしれないですね。えー、でこの中国人民解放軍がまあ17万、はい、で攻撃要員がまあ3万だとすると、はいでまあ、日本ではまあ数百人単位の目指すというような段階でこの サイバー空間においても、はい、この敵基地攻撃能力っていうんですかね攻撃は最大の防御というじゃないですか、はい、サイバー空間において、はいはい、だから、えー、守る専守防衛じゃやっていけないわけですよね山田さんそれいいポイントでね、はい、実はね日本のサイバー防衛って専守防衛なんです。はい サイバー空間でも。はい。そうなんですそうなんです。憲法九条が適用されている。そう、そうなんですよ。あの、だから攻撃的なことは、はい、あの、今、で、あの。法律でできないようになってるんで、これを変えないとですね。えー、あの、反撃ができない。反撃能力、を今、封じられてる状態です。えー、<laughs> はい。あの、本当に恐ろしい状態になってるんですよ。はい、ですよね。こう、それこそ、もう、数億単位の、うん、なん,てうんですか、この、攻撃が入り。うんはい 繰り返される中でそれを全部跳ね返すって無理じゃないですか。無理です。<laughs> はい。だからやはりあの日本。 あの国力を考えればそれこそサイバー防衛隊って2万人や3万人いてもおかしくないわけですしそれからそのまあセキュリティソフトですよねあのサイバーセキュリティあを守るための技術っていうのもまだまだアメリカやロシアや中国に比べて劣ってるんでそういうところに政府が人物もの金を入れてこのサイバーセキュリティっていうものをどんどんもっと強化していかないともうあの今の状態って さっき申し上げたようにもう外国のハッカーたちが超量ばっこしてるんですよねでそれを取り締まるためにはやはりスパイ取り締まり法、うん、これを早く作って でまあ、こういったサイイバースパイですよねあの人の会社から勝手に機密情報を持っていくようなものは捕まえられるとかそれから、まあ、サイバーの,その要因ですよねの充実とかそれからあとあの機密情報はしっかり守,って守るとあのセキュリティーをしっかりした中で守るんであればそれにアクセスする人をきちっと国があのオーソライズするサイバーのを セキュリティクリアランス制度、うん、こういったものをね、足場へもうどんどんあの導入していかないと、ええ、あのこのサイバー空間における無法状態に対応できないような状態、ええ、まあ、今現状になってますね。そのセキュリティクリアランスについては、うん、北村茂さんとの対談の中でもお話ししましたがね。それ、はい、こそ北村さんはその、うん 安倍政権下で特定秘密保護法ができたじゃないですか、うんはい、あれでも公務員しか対象になってないんですよねそうなんです、えー、か民間今回まさに au の社員、えーはい、もしくは、うん、その出入り業者に変な人が紛れ込んでいて、うん、なんかいじってそれでこういう、うん、ことが起,こが起きた可能性もゼロではないわけで、うんはい、そこではでも 裁かれないというか、そうそうなんですよ。直接裁く法律はないわけですね。そうです、公務員じゃないですからね。はい、だからあのー。 企業も、ね、そういう意味では企業も、うん、あの自分の会社の中でセキュリティクリアランス制度を作って、うん、自分の会社の一番の機微情報にアクセスできるのはこの従業員だけとかこの人はここまでとか、うん、そういうことをしていかないとあの会社のです、ね、中の情報を守れなくなってます。うん、特にに最近あのちょっっと話題になった記事で JAXA のサーバーに、まあ、サイバー攻撃が起きたわけですけどあれで、まああのー、今国外に逃げた中国人の、ねえー、若者の話が今ネットで出てましたけど、うん、あれも私ここで何度も言ってるように国家情報法っていうね、うんえー、国中国の国民は全員中国政府の情報活動に協力を義務づけることが法律で決まってるわけですから。 だからさっき言った企業のセキュリティクリアランス制度っていうのを作っていく中でもあのそういった中国人の個人個人がいいとか悪いとかいう問題じゃなくて中国の国籍の人は全部そういった義務を負ってるんでですねそれを考えた上での,あの企業内のセキュリティクリアランス制度っていうんですかねこれを構築していかないとダメだと思います。大学もそうですねはい、うん とということで、はい、今の内容はまあ北村聖衣さんとの対談にまあ相当まあ重なる部分がありますけれども今回のサ、ね、イバー攻撃とまあいけるかどうかわかりませんが、うん、その通信障害を見てそれこそ日本国民がどれぐらい慌てふためくのかとか、うんえー、どれぐらい日本政府もしくはこの KDDI がこう何時間で復旧させることができるかみたいなのを中国政府が試している可能性も、うん、あります。 これはもう貴重なななデータなわけじゃないですかそうですすかそ1回、ね、全部止めるといけないから au にだけ攻撃してみて<ー>日本の様子見たとかね、はい、だからこれが今回 au でしたけど例えば JR に攻撃して電車が止まっちゃうとかね、うん、そういうようなことも十分起きるんで電気が止まっちゃうとかね、はい、で,ですからあの今回の,あの、まあ、山根さん自身ご自身も体験されたわけだけどもやはりこれはね決してあの 外国のことじゃなくてね、ハイブリッド戦争が起きるとあの、日本のあちこちでそういうことが起きるよと、うん、いうことをねあの、皆さん意識して、それでやはり世論がね、うん、あの政府、しっかりサイバーセキュリティ対策しろよというふうになってほしいなと思います。はい、ということで、今回は、はい、通信インフラの話をしましたが、次の動画では、はい、また上海電力、はい、電力インフラについて、詳しくお聞きしたいと思いいまますあ、はいはい、ありりががととううごござざいます。